今日は県内各地で気温が上昇し暑い一日となりました。明日からの3連休は連日35度を超える猛暑日が予想されていて、さらに厳しい暑さに見舞われそうです。実はこの暑さ、ダブル台風がもたらしています。静岡市駿河区持ち宗にあるこの店では、季節限定で富士山の天然水を使ったかき氷を販売しています。こんだけ暑いとこういうの食べたくなりますか？はい、美味しいです台風がね、来週来るなんて言ってたので、じゃあ早めにっていうことで来ました。静岡市の広野海岸公園に来ています。日差しは強いですが、時折風が吹いていて、海を見ますと濁っていて白波も立っています。今日の最高気温は浜松市天竜草区まで 33.8 度、静岡市駿河区で 33.6 度など各地で上昇。涼しさを求め水遊びをする親子連れが多く見られました。水が冷たくてね、涼しげ。お休みはあるんですけど、天気次第になっちゃうんで、こうやって出れる日に出るしかないなって。事前にこの暑さをもたらしたのは、日本の近くにあるダブル台風です。今日の暑さの原因はダブル台風です。この台風からの風が日本付近で下降気流を強めたため、太平洋高気圧の勢力が強まりました。このため今日は晴れて厳しい暑さだったんです。明日金曜日も同じく太平洋高気圧の勢力が強いため、晴れて厳しい暑さが続くでしょう。あさって土曜日になると台風6号は消滅し、高気圧の勢力も弱まっていくんですが、北上してくる台風7号が非常に暖かい空気を送り込んでくるため、気温の高い日が続きます。3連休の予想最高気温、静岡では連日猛暑日に。土曜に至っては37度の予想です。そして台風7号は静岡に向かい、火曜日にも県内に上陸する恐れがあります。下田市の須崎漁港では、台風7号の接近を受けて漁船の陸揚げや港への係留が急ピッチで進められています。1週間ぐらいは置いとく感じですか？台風は通過しただけだな。そのような感じだね、今のところ。台風の接近を受けて JR 東海は、今月13日から16日の一定期間に、東海道新幹線や東海道線などで計画運休や急な運転の見合わせが発生する可能性があると発表。台風7号の動向によって、さらなる影響が出る恐れもあります。